ジャニー喜多川に性加害はあったと認識しております。被害者の皆様に心よりお詫び申し上げます。ジャニー喜多川氏による性加害を事実と認め謝罪した藤島ジュリー景子前社長、これについて東山紀之新社長は、私自身は被害を受けたことがなく、で受けてる現場に立ち会ったこともなく、先輩たちからも後輩たちからも相談もなかったので、噂という認識はありましたけど、自ら行動するということはできずにいました。この会見について被害を受けた当事者は、なぜ未だに、噂でしか聞いたことなかったなどという言葉が出てくるのか、不思議で、たまりません。ジャニー事務所の意向をはっきり、聞かせていただきましたので、その点については今現状満足とさせていただきます。市民の反応も様々です。絶対許せない、もうねかわいそう、もうね人生、その方の人生を狂わしてしまったような気がする。被害者の心情を考えると、変わらないのもどうかなと思いますね。これからもちょっとファンを裏切らないで、きちんとこうアイドル活動してもらえたら嬉しいなとは思います。